五十嵐カップ始まるよ。おはようございます、釣り子 TV です。飲み続けて二日酔いで気持ち悪いです。今日はですね、すんげえ霧が出てるんで、このライトね、すげえからちょっと光らしていますね。このね、サーチライトモードみたいなするところは、おお、これすごいよね。いつ使うんだって感じやけど、このディズニーランドのね、サーチライト、わかりますか？これ亀山ダムが見えません。すごいね。もうすごいよ。もうなんならこの赤とかにしたら、あのスターウォーズの剣みたいな。赤はできないんだ。赤いフィルム入れたらいいね。すごいわかるよ。ブーンブーンって入れたいもんね、うん、振りながら、うん、で、一応モバイルバッテリーにもなって、ライトのモードもまあ何段階か切り替えられてね。で、こんな感じであのこれね、パリピじゃなくて、まあ、緊急時にね、俺はここにいるよっていうね、あれにもなるんで、まあいろいろ持っているとね、便利なんで、ディーパーのね、パワーランタン、ちょっと霧がすごかったんで、カメラ回してみました。まだ朝7時に大会スタートなんで、ゆっくり準備して、やっていきたいと思います。じゃあ、今年も実況動画の方もよろしくお願いします。ここは怖いよね。第一カーブだよ、まあ、ゆっくり行こう、ゆっくりブレーキかけながら。すごい霧だなこれ。さあスピード乗ってきた、スピード乗ってきた。ブレーキ全開で行こう。死んじゃうからよ。暗すぎて水の色が分かんない。おー、ナイスナイスカープ、ナイスカープ。さい、今日の相手はこちらになります。初バスするかな。スタートは1時、1時はですね、よし、やってみますか。2020年、危ない。2020年初キャスト、俺のここずっとキャップないから。え、軽量化だから。え、シリコン分重くなるじゃん、軽量化だから。
え？スペリオはなんだっけな、聞いたんだけどな、コンクルージョン。え？スーのペリオだから。スーさんの名前が実は鈴掛ペリオ。ペリオ。ペリオだから。間に P の一族っていうのが。P の一族。弱そう。うん。P の一族弱そう。マジっすか。ああ。ああ。サミー。あ、作るの？作ってくれんの？そういうやつか、いいね。ちょ、マジ寒いんだけど。ねえ、またどっかで風とか吹き出したら冷えるしな。朝だけ投げてるだけかもしんねえからな。あれスペルバウンド艇じゃないですか。どうすか。スペリオ。どうすか。どんな意味。おめえこの一番さ重要な情報聞くときにそんなどうでもいいこと聞いてんじゃねえよ。なんだよそれ。スーペリオの意味って何ですか。販売してるところが知らない。え？販売してるところが知らない。ちょ、今重要な情報マジ聞けなかったじゃねえかよ。何言ってた。いやだ、連れてますかって。いやなんかすげえまた木がいっぱい浮いてんな。うん、なんかめちゃくちゃ浮いてんだけど。もう入ったの？沸かしたの？ん？ポットにお湯が入ってたの？あ、すげえな。いただきます。いただきます。あー生き返るね。コンパクトシルエットで行ってみますか。
釣る。うわい。釣れないよ。当たった。外した。ダメか。切るかな。いや、案外バスなんだよな。一応魚はおるみたいな。当たりが出せない。まあでもこの前もメグタツと山田さんだけで釣ってたのは、俺とスーさん別にここでね、特にね、吹いてないから、朝そう後半伸びるタイプ。そうかもしんないね。横振りタイプ、下段の構えだな。横振りの中段の構えは省くんだから、こういう感じです。はい、中段。でもそれがいい、それに当たってくんない。おし、来た。目がかり。同じとこだ。なんかあるよね。うわあ、ちょっとワームが冷たいもんな。バスから離した。なんだよ今の。なんでちっちゃすぎんのか。ダメだ。なんでギルかな、さすがに。プル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 みたいな。あそこまで加えといて。まあでも魚心があったのは、いや、合わせるっていうか、ちょっと引っ張って食い込まないかなってやったんだけど、最後にプルって吐きで、なんか外れた。いるはいるんだよな、やっぱり。ちょっとやりたいとこが空いたから移動するね。参ったぞー。ちょっと本当に、
鳥のところもそんな当たり出せなかったしな、ほんとわかんねえな、こうなってくると。どうだ、魚魚、25センチ以下っぽい、いや、抜けちゃうサイズ、これ25センチ以下っぽい、そう、20 3、2とか3ないはい、2020年初バスレッグワームで来ましたよだけど、ノンキーパーサイズ、ね、去年最後もレッグワームで今年最初もレッグワーム、はい、じゃあ逃がします、はい、逃がします、ありがとう。